さあ今日はですね、ちょっと今から収録なんですけど、その前にこの楽屋にね、あのお弁当があるんですよ。僕結構ね、あの早食いなんですよ。よくね、あのもう噛んで食べなあかんでってよう言われてるんですけど、結構食べるの早いなって言われるので、じゃあ一体お弁当をどれくらいのスピードで食べれるのかっていうのをちょっとやってみようかなと。どんな、それどういう弁当とかにもよるんですよね。あ、めちゃめちゃ豪華やで、今日こんな感じになってます。見えてる？はい、この感じ、ご飯が黄色のなんかと白のこの謎の2種類で、まあ鶏のやったんとか魚グリルしたやつとか、まあありますわね。じゃあこれを果たしてどれくらいで食べれるのか、これは言うときますけど、わざとあの早く食べるようにします。でも大体まあ、5、6分はかかるし、普通10分かかるかな。さあ皆さん、このお弁当どれくらいで食べれるのか。じゃあ結構俺早いと思うねんな。いきます、よーい、スタート。おいしい。うん。うまい。ごちそうさまでした。